コージさん、ヤクザと家族、あれから30分見たんですけども、やっぱりこうなっちゃいましたね。懲役に行って帰ってきた山本、それから組を守り続けてきた当時若頭だった兄貴ね、いつの間にか徐々に商売をやられて、薬物が唯一のしのぎになってきた。そのしのぎですら本当に細々としたもんで、組員構成員1万円出すのもきつい状態になっているっていうのは、まあ、まさにね、今の縮図なのかなと思っちゃいますね。で、まあ、あの頃の気持ちのまま懲役から帰ってきた、まあ、山本はあの頃の続きができると思っていたけども、14年っていう月日の流れは確実に日本社会を変えて、いろんな常識を変えて、生き残るためには義理とか人情を切り売りしなければならない部分もあったり、任侠道を貫こうと思えば飢えて構成員を失ったり養えなくなったり、なんかそんなところで今ね、殴り合ってるところですよ。なんかこう切ないですね。これは一般企業も今本当に陥ってるところじゃないかなと思うんですよ。本来ならお客さんのため、地域のために、従業員のためにやるべき事業ってものが、従業員を安く買い叩いて、で一部の株主を儲けさせるために、特に外国資本の株主を儲けさせるために完全にもう身売りをしてるっていうかね、本当に日本人を食い物にしてなんとか利益をつないでると。でそれすらもう海外資本の単なる餌にしかなってないというね、そんな現状なのかなと思っちゃいましたね。で今自民党はじめ、いわゆる国会議員の人たち、まさに権力を独占している集団といってもいい、その4、500人の国会議員ですよね。この中の全部とは言わないですけども、まあ、ある国にね忖度して、まさに日本の利権を安売りしてる、叩き売ってる、そんなバーゲンセールみたいなね既得権益がいるんだなと思うと、なんかちょっと奮い立ってくるもんがありますね。いや、なんかね、これはねよく作ったなと思いますね。この映画はねすごいですね。役者もなんだかこう、なんていうんですかね、任侠者に出てた人もちらほら見えるんですけども、顔ぶれも随分変わったなと思います。そういえば昔悪役紹介っていう、なんか悪人面したそんな人ばかりを集めた俳優グループがありましたよね。なんか懐かしいですね。なんかこの極道門の V シネマも随分減ったみたいで、なんですかね、なんかね、いや続き見させてもらいます。